皆さんこんにちは、RC デザインスタジオの澤田です。今回は埼玉の現場からお届けしたいんですけれども、今ちょうど1階のコンクリートの1階と壁と、まあ、2階の床ですねに当たるところの、排気まで終わって、あさってにコンクリートの打設っていう状態です。まあ、今日はここの埼玉は中間検査っていうのがなんと2回もあって、まあ、基礎で1回検査があって、まあ、中間検査って第三者機関の検査ですね、基礎で排気検査があって、この1階の、まあ、この状態ですね、この躯体の状態で検査があるっていう、2回もあるなここって感じなんですけど、まあ、地域によって違うんですよね。まあ、そういうふうに特定工程検査っていうんですが、そういうふうな検査を今ちょうど終わったところですね。まあ、合わせてうちの検査や、まあ、当然施工業者は全数チェックしてて、まあ、そういうような施工写真っていうのも出てるんですよね。ファイルになってるんで今度またお見せしますが、ファイルにこんななってて、もう全部ここの背景がこうなってます、こうなってますってちゃんと証拠として残ってるんですよね、現場っていうのは。あんまり木造住宅では、まあ、そういうふうなところまでしないんですが、鉄筋コンクリート建築の場合は、まあ、もう全部ゼネコンは、まあ、そこまでやるっていうのはこれもう常識的な話で、まあ、検査機関もそういうふうなファイルを見るって話になるんですよね。でちゃんと確認してますね、書類に残ってますねっていうのを確認して、まあ、コンクリートの打設に臨むっていうのが鉄筋コンクリートの標準的な、まあ、やり方だって話になるんですよ。まあ、特別なことじゃないんですよ、それが普通のことなんですよね。ここの背筋がこうなってる、針がこうなってる、スラブがこうなってる、この全部ここはこうなってるっていうのを、まあ、写真として記録残して、分かりやすくなってるんで、まあ、また今度見せますんで、そういうふうに書類化してるっていうのが鉄筋コンクリートになってます。まあ、うちはうちで、まあ、そういうふうに書類になってるからって、まあ、その甘んじなく甘んじるというか、うちはうちで当然全部検査するんですよね。今でいうとこのスラブ検査して、針検査して、まあ、それぞれのスラブ検査して、まあ、針全部、ちゃんとなってるなっていうのを確認して、まあ、打設に臨むっていう、まあ、そういうふうな話になりますね。まあ、今回は、まあ、ここ下打ちっぱなしになってるんで、天井が、まあ、コンクリートが露出するんで、まあ、こういう風な埋設配管っていうのを行ってますね。でこの黒い のところに配線が来て、下に照明がつくっていう、まあ、そういう風な形になってます。打ちっぱなしにするかどうかで、まあ、こういう風な、まあ、CD オレンジ色のやつ CD 管っていうんですが、そういう風なものを施工するかどうかっていうのはまた違ってきますね。まあ、その打ちっぱなしにすると当然その下配線を持ってこれないんで、あらかじめコンクリートに配線自体を埋設しておくっていう、まあ、そういう風な話になってます。まあ、こういう風な感じですね。まあ、この天井の下地材っていうのを、まあ、天井を組むところは、まあ、こういう風な部材をあらかじめ引っ掛けといて、まあ、これにこういう風に金具が引っ掛かるようになってるんですよね。で天井の下地材が固定されるような仕組みになっています。だから一定のピッチで入ってるんですが、そういう風なものを、まあ、先に仕込んどく必要があるんですよね。であらかじめそういう風に規定のピッチに施工されてるっていう話になりますね。まあ、今回はこの2階のところがバルコニーになってて、このリビングから出れ大きな窓がついて、そこから出れる計画になってます。ずっとバルコニーなんですよね、ここがバルコニーで。でも3階建てなんですが、3階の屋上もバルコニーになってるっていう、まあ、バルコニーの、まあ、多い家になってますね。まあ、ここはアスファルト防水にして、コンクリート土間押さえにして、いわゆる耐水性というか、その長期的に耐久性の高い防水工法というのを当社では基本的に採用しています。まあ、アスファルト防水に土間押さえってやつなんですね。まあ、そういうふうにすることで、まあ、耐用年数が長くなると。この土間で押さえるっていうのが非常に重要なんですよね。なんですけど、その土間で押さえるっていう防水のやり方っていうのは、まあ、基本的にコンクリート像しかできないんですよね。だからコンクリート像っていうのは、まあ、やり方によるわけなんですが、防水の耐久性が長くなるっていう、まあ、そういうふうな工法になってます。そもそも鉄骨像、まあ、木造は優位に及ばずなんですが、まあ、鉄骨像に比べて建物自体が揺れないですから、まあ、揺れるっていうことが、まあ、防水の破断につながって、いわゆる劣化してきたと、防水層が硬くなってきたところに揺れてしまうと、まあ、防水層が切れてしまうって話になるんで、揺れにくい壁式 RC 像で、まあ、防水層を保護するように、
土増し上げにすることで、まあ、長期的な防水層というのが確保されるって、まあ、そういうふうな工法を採用してます、まあ、あの建物も工法も合わせてですね、そういうふうなやり方になってるんですよね。まあ、ここは今、通ってたその電車の音もやっぱうるさいわけじゃないですか。だこういうふうなうるさいところに、最適な工法なんですね、この壁式 RC 像っていうものは。いわゆる防音性に優れてる、もう電車が通るためにうわ電車の音大変だなってやっぱなるわけじゃないですか。だそういうふうにいわゆる音の問題っていうのが、まあ、その住空間には非常に重要なわけなんですが、そういうふうに、防音性が優れた壁式 RC 像っていうのを採用することで、まあ快適な眠りが提供できるって、まあ、そういうふうな話になるわけなんですよね。あとここはちょっと変わってて、いわゆるこの上に高架線があるんですよね、ちょうどこの建物の上に。でこういうふうなところだとそのレッカーを高く上げれないんですよ。ここで言うと14メートルまでしかレッカー上がらなくて、14メートルまでしか上がらないと普通鉄骨造って立たないですね。鉄骨造っていうのは、まあ、こういうふうにレッカーでこのすごい奥手前はいいんですけど、これでいいんで奥まで行くときってこういうのずっと上げて下げなきゃいけないんで、もうかなりの高さになるんですよね、レッカーの高さ。ブームのこの棒が伸びてってるというか腕が伸びてってる高さってすごい高さになるわけなんですが、そういうことし、まあ、やらなくてもなんとかなるんですよね、この壁式 RC 像っていうものは。だいわゆるその鉄筋も一応、まあ、手で運べると、でこの型枠も手で運べるんで、まあ、手前側に下ろしてでそれを奥の方まで持ってくっていうのがこの工法は可能なんですよね。だ手で運べる材料で構成されてるかどうかっていうのが鍵になるわけなんですが、まあ、壁式 RC 像の場合は基本部材全部手で運べるんで、そういうふうなことができるんですよね。木造ですらなかなか難しいですね、今の話は。まあ、針全部手で持てるんですが、まあ、持ち上げるときにまあ大変だというか、まあ、リンクをかけたり、まあ、このなんというかチェーンでこの持ち上げるとかそういうのも可能なんですけど、でもまあ面倒くさいですよね。もう RC 像結構一番簡単なんですよ。手前側に下ろしても全部奥まで持っていけばいいんで、まあ、もちろんケースバイケースで木造も対応できるわけなんですが、まあ、高架下だし、まあ、RC 像で建てると安心できますよね。まあ、そういうふうなところもありますんで、まあ、この建物の上に高架線があって、まあ、高さの関係で好きな高さに立たないっていう場合は、まあ、ぜひ現場打ちコンクリートっていうのを採用されてみたらどうかなとは思うんですよね。まあ、最適な工法だと思うんで、まあ、今回はまあそういうふうな話で現場についてお届けしました。まだ動画の視聴よろしくお願いします。